こんにちは、モーです。よろしくお願いします。今回の動画は、ほとんどの国民が、また鹿児島県民も知らなかった、日本一の金山の国、薩摩の国、鹿児島を紹介したいと思います。金山といえば、佐渡金山が日本一有名ですが、実は江戸時代から昭和にかけて、薩摩藩鹿児島の金山の採掘量は、佐渡金山に負けていませんでした。そして現代では、この鹿児島に唯一日本国内で商業規模で加工している、世界有数の金山があります。それも含めて薩摩が鹿児島が黄金の国ジパングを地で言っていたことをお伝えいたしますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。まずは皆さん、金といえば何を想像するでしょうか。大判小判に金塊、金の延べ棒、金のネックレスに金の腕時計、金歯、あるいは金閣寺に秀吉の黄金の茶室、あるいは中尊寺金色堂と、金は権利と富の象徴でした。イタリアの貿易商人のマルコ・ポーロが東方見聞録の中で、ジパングは大量の金を産出し、宮殿などの建物は金でできていると書いていたそうです。そんな日本ですが、実際に昔はたくさんの金が採掘されておりました。そして金山といえば有名なところでは、古くは甲斐武田信玄の黒川金山、駿河今川氏の安倍金山、そして江戸時代になって佐渡金山などが幕府直轄で開発されておりました。あとは明治から大正にかけて大分の太陽金山、北海道の鴻前金山が有名です。そして日本金山誌によると、江戸期から昭和にかけての金山の数は、上位から北海道62、岩手37、鹿児島34箇所でしたが、産金量に関しましては鹿児島が第1位で、第2位が北海道になっていました。そんな金産出トップの鹿児島の金山ですが、実は金山は薩摩半島、大隅半島に昔からありました。特に北薩地域に集中してありました。鹿児島の江戸時代から昭和にかけての三大金山と呼ばれるのが、串木の金山、山鹿の金山、大口金山です。そして藩政時代から昭和にかけて鹿児島で一番金が取れていたのが、この山鹿の金山です。場所は現在の霧島市横川町で、その歴史は古くて、山鹿の付近の山中に鎌倉時代のものと推定される坑道跡があったそうです。この金山を発見したのは宮野城領主島津久通で、1640年に発見されました。山鹿の金山は薩摩郡薩摩町長野の長野金山と、霧島市横川町山鹿野の山鹿野金山を総称してそう呼ばれております。ですので、それぞれの地域によって山鹿野金山、長野金山と呼ばれますが、2つは同じ大金山の一つです。この山鹿野金山はいろいろな意味で規格外だったようで、発見から1年後の1641年に幕府に採掘許可を申請して、許可を得て採掘を始めました。当初は金鉱脈付近には肉眼で金鉱石と分かる岩が地表に散乱しているありさまであったために、2万人余りの作業者が集まり、150箇所の採掘地と15箇所の選鉱地が作られ、金の産出が始められました。しかしながら、産金量のあまりの多さに驚いた幕府が、薩摩藩の巨大化を警戒したために、採掘開始から1年を待たずして採掘の中止を命じました。採掘中止の命令は1656年まで続きましたが、この間も薩摩藩では秘密裏に採掘を継続していたことを示す記録が残されているそうです。その後、再三の薩摩藩による採掘許可の要請で正式に採掘が再開されると、金山は再び活気を取り戻し、金山周辺には約1万2000人の人々が集まり、15の採掘所に作業者の住居や商店が立ち並ぶ町が36町形成され、西国三大遊郭の一つに数えられる田町と呼ばれる遊郭も作られ、大変な賑わいになりました。そして最盛期の1751年から1829年においては、佐渡金山を上回る産金量を誇っており、薩摩藩の財政を支えていました。その後、明治時代になり、1877年、明治10年には、フランス人技師、ポール・オジェが招かれ、水力や蒸気機関も導入され、建坑の掘削や輸送用道路の整備など、金山の近代化が進められました。そして1904年、明治37年から1912年、明治45年に、鉱山館長を務めた五代友厚の婿養子だった五代隆作や、
次の館長の西郷隆盛の息子西郷菊次郎のもと、さらに近代化が図られ、精錬所を山鹿野から長野へ移転させ、輸送の効率化も行われ、長野精錬所と名付けられた新しい精錬所は最盛期において1000名以上の従業員を抱える鹿児島県内有数の大企業になり、財政面で日本の近代化を支えることになりました。その後太平洋戦争の激化で休山を経て再開された後は、新たな鉱脈が見つからず1965年昭和40年に閉山となりました。そして残りの2つ、大口金山は山鹿野金山と同時期の1642年に牛尾村で発見されました。東部側を牛尾金山、西部側を大口金山として開発し、最盛期には年間500キロ以上の金を産出し、日本屈指の金山として知られるようになり、当時の上牛尾は一躍繁華街となりました。そして1904年明治37年には牛尾大口金山の産金量は650キロに達し、当時の日本一の金山になりました。その後1940年昭和15年に 1.2 トンの産金量を誇り、最盛期を迎えた後、幾度も会社の運営が変わった後、1977年昭和52年に閉山いたしました。閉山するまでの産金量は 22.5 トンで、日本の金山では第9位です。ちなみに東洋のナイアガラといわれるソギの滝の下流鶴田ダムに5月から9月の渇水期に出現するソギ発電所は、この牛尾大口金山に電力を供給するために明治42年に竣工し、その出力は当時国内でも最大級のものでした。そして薩摩鹿児島の三大金山の残り一つの串木野鉱山です。串木野鉱山は競技では西山鉱と芹賀野鉱を言い、広い範囲での講義では芹賀野金山と荒川鉱山と羽島鉱山、芹場鉱山などの鉱山群を含めて扱い、これらの鉱脈群は東西12キロ、南北4キロメートルの範囲を含めて串木野鉱山となります。歴史的には古くは鎌倉時代に西山鉱が発見されたとも伝えられ、芹賀野鉱が1660年に山鹿野金山の始山として開山し、島津家によって採掘されておりました。354年にわたり掘り続けられた総延長120キロにも及ぶ金山が産出した金の量は国内第4位の56トンで、薩摩藩の幕末の原動力になりました。その後は1988年から高度跡を利用し、金をテーマにしたテーマパークゴールドパーク串木野をオープンさせましたが、業績低迷のため2003年に閉鎖、2005年に串木野市に本社を置く酒造メーカー浜田酒造が施設の跡地を利用する形で金と焼酎をテーマとした薩摩金山蔵として再オープンし、現在に至っております。そしてこの三金山の他にも、天和年間に有川無宅によって発見された枕崎市にある加護金山があります。宝永6年1709年の記録では、山鹿野金山に次ぐ産出量を誇っており、明治13年1880年には当時全国の鉱山開発を手掛けていた五代友厚の所有になっております。このように江戸時代から昭和にかけて薩摩の国鹿児島には国内有数の金山がたくさんあり、まさに日本一の鉱山の国でした。そんな鹿児島県内に昭和後期に国内史上最強の金山が発見されました。その金山は山鹿野金山や大口金山と同じ北薩方面にある菱刈鉱山です。この菱刈鉱山が発見されたのは1981年昭和56年に鉱脈が発見され、住友金属鉱山により1985年昭和60年から採鉱が行われています。この菱刈鉱山、実は国内史上最強、それも度肝を抜くぐらいに何から何まで桁違いなんです。まずは金の含有量が鉱石1トン中に含まれる平均金量が約 20g という高品位を誇っております。ではこの品位とは何か。品位とは鉱石1トンあたりに何 g の金が取れるかを示す数値で、例えば品位10といえば1トンの金鉱石から 10g の金が取れることを意味します。なんだ、菱刈鉱山は1トン取ってたった 20g の金しか取れないのかと思うかもしれませんが、世界の主要な金産出国の中で
一番品位が高い南アフリカでも平均品位は4ぐらいで、カナダとオーストラリアは2から3グラム、アメリカに至っては1グラムに達しないほど低品位の金山ばかりになっております。そして金産出国のトップの中国でも詳しい情報はないようですが、おおむね1グラムに満たない低品位の金山が多いそうです。それぐらいにこの金の含有量、品位は金山にとって重要な要素ですが、このヒシカリ鉱山は世界的に見ても度肝を抜くぐらいトップクラスの金山であることがわかると思います。そして国内でもこのヒシカリ鉱山が桁違いなのがわかる数字がこれです。国内生産量トップ10の金山です。トップのヒシカリ鉱山以外はすでに閉山しております。4位の串木の金山は精錬所は稼働しているようですが、金の採掘は現在行われておりません。その中でヒシカリ鉱山は圧倒的な1位ですし、現在も金の採掘が行われております。2022年時点で産金量は260トン以上と思われます。2位の佐渡金山が約390年かけて採掘した金の量の3倍以上を37年間で産金しており、まさに化け物クラスの奇跡の山がこの鹿児島にあるヒシカリ鉱山になります。そして鹿児島が薩摩が日本一の金山の国とわかるのが、上位トップ10の中に4箇所の金山が入っており、現在時点では350トン以上の金が鹿児島で産金されたことになっております。そして加工中の国内の金鉱山は全て鹿児島にあり、伊佐市にあるヒシカリ鉱山、枕崎市にある春日鉱山、岩戸鉱山、あとは南九州市にある明石鉱山の4山だけです。そのうちヒシカリ鉱山は日本で唯一商業規模で操業が行われている金鉱山になっております。これらを見ても鹿児島の薩摩の国がいかに金が取れる取れたところかが理解できると思います。現代の黄金の国ジパングはここ鹿児島かもしれません。ということで、いかがだったでしょうか。国民も県民も鹿児島がそんなに金が取れるところだったと知らない方が多いと思います。今回挙げた金山以外に鹿児島には薩摩にはまだまだたくさんの金山があり、その金は幕末の収成館事業や明治維新の原動力になったようです。現代の奇跡の金山、ここヒシカリ鉱山ではこれからの世界で活躍する鉱山エンジニアを育成し、高度な技術力を継承するトレーニングの場として使われており、また変わったところでは金鉱脈に伴う約65度の湧き出た温泉水を坑内からポンプアップして約 6km のパイプラインを通って地元の湯野温泉へ供給されており、その温泉水は黄金の湯と呼ばれて人気があります。さらにここ伊佐市は伊佐米や焼酎発祥の地でもあり、蘇木の滝や忠本公園など食あり自然あり温泉ありのところです。満天の夜空は素晴らしいですし、9月下旬には伊佐市大口にある彼岸花ロードがあり、川沿いの土地に咲く一面の彼岸花を見に来られる方がたくさんいます。そんな日本一の奇跡のヒシカリ鉱山がある伊佐にぜひとも来てみてください。あと今回の動画で引用参考にさせていただいた画像資料のリンクを概要欄に貼っておきますので、よかったら参照してみてください。またこれからも鹿児島の動画をどんどんとアップしてまいりますので、チャンネル登録がまだの方はとりあえずチャンネル登録をお願いいたします。またよかったらグッドボタンをポチッと、そして金山や鉱山、また鹿児島に関することなど、感想や思い出などをコメントにしていただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。失礼いたします。